そうチャイナドレス着ようか悩んだんだだけど寒すぎてやめたチャイナ寒すぎてやめた <laughs> 悩んだけどその髪型そうチャイナに合いそうってそうチャイナにしようと思ったの流れ星ありがとうございます青いペンライトもありがとう白いペンライトもありがとうございます花絵ルームから来ましたってありがとう <laughs> そうチャイナそう しようと思ったんだけど寒くてやめたでもねオンラインとかでもチャイナやってるからやめちゃった毎回可愛すぎて頭抱えるって本当ですかありがとう髪型変えてきたてそうなのもしチャイナ見たければあのオンラインへお願いします <laughs> オンラインではいチャイナやりますハートたくさんありがとうございますチャイナだって半袖だよ <laughs> このクソ寒い中半袖を着ろというのですか ちょ,っと <laughs> ちょっとこのこの寒い中半袖を着て小凍声じなせようとしてるのですか <laughs> オンライン行くしかってちょっとねさ寒いのよチャイナ本当にそう初見ですさんありがとう超絶可愛いってありがとうございますハートたくさんありがとうあ初見さん初見ですさんありがとうございます初見さんありがとうマジかって本当にみんな死なせるつもりでしょ <laughs> ねえ天使発見ってえ天使じゃないよありがとうございますそんな無理は言いませんってありがとうこんばんはってこんばんはそう凍え死ぬマジチャイナ <laughs> ありがとうございますね冬にチャイナきついです本当にきついよなってありがとう分かってくれてこんばんはってこんばんは見に来てくださってありがとう可愛いってありがとうアームウォーマーあ確かにアームウォーマー確かにそうでもチャイナマジで寒いよねあれそろそろミニスカサンタミニ,ミニスカサンタも寒いな <laughs> ハートたくさんありがとうございます4月のおしゃべり会どうだろうどうだろうちょっとねおしゃべり会のお洋服決めようと思って悩んでます流れ星ありがとうございます可愛いからスクショすぐスクショって <laughs> ありがとう本当におしゃべり会出ちゃいのね妖精さんですかって違うのよ全然ただの人間よ定期行きます村から出たいって出れないですね「ハッシュタグおもらう不足ありがとうございます TikTok 見ました可愛かったですありがとうそう TikTok にね あの乗ってるんですよルアちゃんとなつきちゃんと私とななみさんななみ先輩で乗ってるのでもしよかったら間を取ってミニスカチャイナでいいいやよくないのよはじめましてってはじめまして見に来てえくださっありがとうはじめましてじゃない気がするけどはじめましてなんですかねありがとうなんか違う気がハートたくさんありがとうクマもたくさんありがとうございますミニスカさんと見たいです初見ですさありがとうもはやゆきちゃんいない生活が想像できまへん ハートたくさんありがとうなんだただの天使か天使じゃないのよなんだなんだ七海さんそうそうそう。 ランニューシリーズですまえまだ見てなかった嘘見てくださいぜひナノミパイセンそう載ってます日本代表のユニフォーム初見ですそうありがとうございますユニフォームねまあチャイナじゃなくてもゆきちゃんとお話しできるだけで幸せですがってありがとう本当にハートたくさんありがとうございますハートたくさんありがとう TikTok は後での楽しみにしますってありがとう後でたくさん見てください <laughs> たくさん見てくださいねハートもたくさんありがとうございます本当に 本当とはねパジャマ着ようと思ったの熊野熊のパジャマ着ようと思ったんだけどちょっと着る時間なくて <laughs> ユキちゃんごめん明日昼間と夜両方仕事だからもう寝るねお休みってわーお仕事なんですね明日お仕事頑張ってくださいおやすみなさいゆっくり休んでくださいね見てくれてありがとうななみパイセンってそうなのハートたくさんありがとうねえ日本負けちゃったってそうですねリュックに背負われてるユキちゃん可愛かったです <laughs> えちょっと待ってリュックに背負われてないよ私 あ俺長岡ねひなたさん見てきましたかえー、いいですねいいないいなハートたくさんありがとうパジャマゆきちゃん見たい見たいしかって <laughs> なんか言葉が見たいしかって初めて聞いたハートたくさんありがとうございますほんとにそうパジャマ着ようと思ったんだけどちょっと着る時間なくてクマのパジャマなんだよね <laughs> そうフードがねクマになってるんですけどでもねちょうどクマやってるからクマクマ <laughs> え違うの え違うのって何だ何が違うのだろう何が違うのだろうあリュックに背負われてるの背負われてないよゆきちゃんの背負い違う違う,違う背負い投げじゃないこんばんは可愛い,いってありがとうございます短時間でちょっと耳を生やしてきました今度見せてねってはい今度ねお見せする機会があれば是非ありがとうございます見に来てくださってこれはベアーヤのこうかまこうかまこ狙ってますわ

好きですなんか聞いたことあるいっぱい聞いたことある花江にもどうせ言ってるんだろあ魔くまありがとうございます割とマジで芝の沼深すぎですよね心地いい居心地良すぎて出る気ないですが <laughs> 芝の芝野って呼ばれたートだけさんありがとうございます後継者みたいなやつあよかったこの配信で名言出るか出ない出ない大釜 <laughs> もう会場ないよもう会場もう会場ないよそれあって芝の雪五ごが増えるきっかけを作ってしまった <laughs> あやばい、あ、やばいやばい言っちゃった後釜後釜を何て呼んだんだっけ後、ま、なんだっけ <laughs> なんか呼んじゃったなんか呼んじゃったよやばいやばい俺は本気で好きに好きな人にしか好きって言わないんだけど好きですあありがとうございますそうだよねなんかずっと好きって言ってくださってる気がする「ハッシュタグありがとうございます」ここのルームでは毎回格言とかないのかな 気になってティックトック見てきた可愛かったよありがとうございます見てきましたかこうかまって読んでだあそうだわこうかまって読んだんだわゆきちゃんだけです嘘だゆきちゃん沼は何メートルの深さですかあのね深さはねもうねもうね無限無限 <laughs> 星集めに来たけど可愛くて困るじゃんって本当ですか困ってますか超可愛いですありがとう俺のユキってありがとうハートたくさんありがとう好きですありがとうございます少し遅れたけどお団子ユキ見れたからよしって お団子にしましまた自分でやったの強く言っても大丈夫って関係が羨ましい <laughs> そうちょっとね言っちゃう「本当に」「本当に」「本当に <laughs>」もやめて全体的にはまる沼かなはまってください「無限」って。 ティックトックコメントしといてよってありがとうございます沼に埋まりすぎてブラジルに着きました <laughs> 着いた先ブラジルだったんだこんばんはってこんばんは春ちゃしなんだけどここ沼すぎてってあらあらそれはあらいよいよイベント来週だねそうなんですいよいよ来週ですねまた告白タイムってね告白タイムみたいになってますがどうしようこれどうつけようよいしょよいしょ ねどうつけるのが正解かなやばいやばい雪沼に片足がハマって出れません助けられない本当にゆきちゃんしか愛せない直接早く直接伝えたいなっては聞きたい直接田植えイベント来週じゃないよ <laughs> そしてお誕生日そう1週間前なのありがとう今日も今日って初見ですって初見じゃないよありがとう <laughs> ハッシュタグおもらぶ不足ありがとうございます 沼浸かりすぎて日本代表の次が戦うスペインまでついてしまった大変俺も告白しますでもすでに何度も告白そうしてます本当に愛してますてありがとうございます愛してますありがとうこんばんはってこんばんはそう次の次はそのままお団子にしてみましたお団子ちょっと待ってお団子のお団子のとこのティアラ変だなティアラ えティアーラどこにさそう,そうえかわいすぎるってありがとう今来たありがとう触覚かわいいありがとうございますちょっと待ってティアーラティアーラが曲がるティアーラが曲がるティアーラが曲がっちゃうティアーラ曲がっちゃうな <laughs> お団子かわいすぎるありがとうえめっちゃかわいいありがとうちなみにあなたの誕生日の次の日からテストうわーテスト始まっちゃうのうわだ えでも斬新かなでもさ JKJK JK こんなやってつけてるよ手やら可愛 <laughs> すぎるってありがとうございます初見ですさありがとうございますゆきちゃんのお米のお渡し会まだですかって思うしたんですよ5000のラポルテで <laughs> お団子ご部初めて見たって初めてつけてる姿かわいすぎんってありがとうそこにつけるのかいってえっ JK みんなこうだけど JK <laughs> <laughs> 待ってジェネレーションギャップじゃないこれ絶対ジェネレーションギャップだよ <laughs> 嘘体育祭の時とかさ体育祭の時みんなここにつけてたみんなここにつけてさなんかね惚れちゃうほんと惚れちゃう好きが増すじゃないかえそうみんな体育祭の時盛り紙してガラガラガラってめっちゃねレースとかつけてレースとかつけて プリクラ取りに行ってた <laughs> お米のお渡し会ポイズンのお渡し会 <laughs> ポイズンのお渡し会はちょっとないですねそうあがティアラ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 ティアラティアラティアラユキちゃんから受け取ったお米まだ食べてない嘘は食べてねぜひ美味しく食べてね応援団ねしなかった応援団しなかった <laughs> 応援団しなかったけどちょっと待ってティアーラの位置どうしよう体育祭の時そうティアラみんなつけてたなんティアラつかない <laughs> ティアーラつかない今時の体育祭ってそんな感じなんだうんだった私のとこ私のとこそんな感じだったですだったです <laughs> こんばんはってこんばんは やら雪沼は深さ無限そう流れ星ありがとうございますこんばんはってこんばんは見に来てくださってありがとうございます女子はヘアメガンバってたってねだよねだよね仕事終わってやってくれましたってありがとうそう女子ねみんなヘアアレンジ頑張っててそう本当にみんなすごいよねキラキラしてたそう <laughs> ごめんね飛んじゃったコメント全部読めなくてカフェのサインを見にバンダイまで行きましたありがとうそう普通に自然にさりげなくゆきちゃん好きだわありがとう髪型かわいすぎるありがとう来年のタグイベントねそう ティアラは体育祭マスト乗せてるだけのせん刺してる体育祭にお姫様そう増え,増えるんですチャイナドレスそうチャイナ着たかったんだけどねやめちゃった本当にお姫様みたいでありがとう体育祭キラキラ女子に限るじゃないのよゆきちゃんは体育祭は衣装とか担当してたそうえ全然 猫ありがとうございます。こんばんはってこんばんは。お団子に猫耳猫耳はつかないです。あら姫様のような可愛い髪型してるありがとう。一軍違うのよ本当にそんなんじゃなかった。ハッシュタグありがとう。ハチマキに結び目つけて猫耳。ああいましたいますいます。ね見えるのはゆきちゃんだけってありがとうございます。ゆきちゃんが一番キラキラしてるよってありがとう本当に。そうコロナでね体育祭がねちょっとね。 危うかったんですけど、最後の3年生の時はできました。ちなみに男子は何つけるんだろうえ。男子はね。あの髪色変えてましたよ。なんか金髪スプレーじゃないけど、なんかその軍団の色軍団の色っていうか。あの <laughs> 赤赤とかだったら赤髪にバーってしてたりして。 なぜか体育祭の日になると体調崩して休んでたええー、嘘ハートたくさんありがとうゆきちゃんはそれはそれはゆきちゃんはそれはそれは熱く押すってありがとうございますゆきちゃんに集中ってありがとうう,うちの男子世は何もしてなかったわそうなんですかカラフルなそう髪になるんですみんなそんなアイテムがあってそうお団子で初見ホイホイじゃないの本当に体育祭の翌日よく頭髪検査あったええー、そうなんですか体育祭の日に頭髪検査あったな なんかこの髪型あったあったあった怖かった怖かった思い出めっちゃあるめちゃめちゃ怖かったな <laughs> 何の話っていうねありがとうございます見に来てくださって15分経過したって書いてあるあ55日配信って書いてある当日だと髪色で怒られるえなんかねうちの高校はなんか写真とか撮るようになんかね てかみんなみんな髪色のスプレーやっててなんか多分 OK だったんだよね OK でしたね髪色変えてたなみんなあと7人でそうそうなんですあと7人なのもしよかったら初見さんフォローお願いします眠いって無理しないで寝てね本当にあと5日後には毎日配信そう60日ですゆきちゃんに頭髪検査されないなんで私めっちゃゆるいと思う「こんばんは」って「こんばんは」いい学校だなってね本当に。 はるかむらさんの条例が条例例がちらほろとちらほろと <laughs> こんばんはさんやさんルームから参りましたってさんやさんルームからおかえりなさいおかえりなさいじゃないお何な,なんて言えばいいのこんにちは <laughs> こんばんは初見さんポチっとねってもしよかったら初見さんポチっとよろしくお願いしますもしよかったらお願いしますそう <laughs> 12月3日のねあのイベントもね是非よかったの私浮気検査されると困るほら困るんじゃんゆきちゃんと学生ライフをくれたら最高だったろうなってだってさしかもなんか告白されたことしかないみたいに言ってなかった <laughs> なんかなんか前にそんなことをお聞きしたような「いらっしゃいませ」とかではなく「あいらっしゃいませね近い」って <laughs> 近くした「ゆきちゃんなら頭髪検査で」 ででもいいいすよどういうことだ頭髪検査でもいい頭皮検査か頭皮検査 <laughs> どんなはるか村条例流れててまろたって流れてます流れてた初見さんいたら寄ってたかってください <laughs> 寄ってたかってください大変髪色 OK なえ違う違う髪色 OK じゃなかったよ髪色は OK じゃないゆきちゃん村条例じゃないのよ そう3日のイベント行く予定あお待ちしてますありがとうなんかその髪色は別に OK じゃないんだけどその体育祭体育祭の日のスプレーが OK なだけで別に髪色変えたら怒られるよバリバリにゆきちゃんがクラスにいたら休みの時間のために絶対嘘そ絶対うそ <laughs> そんな人絶対いない「白雪姫こん,んこんばんは」ってこんばんはバランス取るために Y ボ,ボーズにした方がいいなんでなんでバランス取るために <laughs>。 どんなバランスそんなにいないよ告白されたの一人でよってほんとか本当かこんばんは今日の髪型何髪超えてるよ可愛い髪超えてる <laughs> 今日の髪型髪超えてるってどうのどんな可愛いありがとうありがとうございますこんばんはってこんばんは見に来てくださってありがとうございますこんばんはでも顔が丸みを帯びてるこうすればいいのか、oh, today, ゆきちゃん ヘアスタイルベリーカワイイありがとう可愛い,いありがとうございますありがとう可愛い,いお団子にしてみました <laughs> 読めたちょっと読めたありがとうコメント可愛い,いありがとうございます髪アップにすると首の細さ嘘際立つ本当なんか写真写るときは顎引いてって言われるから 全力で顎引いてみた頭の上に透明だけど天使の輪っかが見える透明だけど嘘それ見えてるそれちゃんと見えてる私天使の輪っか見えてるそうそうめっちゃ細い嘘 <laughs> ゆきちゃんと同じクラスだった自由研究のテーマはゆきちゃんの何ゆきちゃんの全てにするよ怖 怖っ <laughs> 急に怖いユキちゃんにならいつでも告白するんだけどな嘘だわらわらってうなじが見たいちょっとやだちょっとやだちょっとやだもれもれだねってほんとですかめっちゃ可愛いってありがとうございます証明写真証明写真みたいや証 <laughs> 明写真お願いしますじゃあちょっとあとでスクショタイム撮ってくださいそうちょっとねスクショタイム欲しい欲しいとか言って <laughs> お願いします ゆきちゃん好きですってありがとうございますちょっとやだうんうなじはちょっとやだ <laughs> うなじみたいってなんかやだ顎を引いてスクショあごあごあご引き引きねうなぎは <laughs> うなぎってなんだ <laughs> うなぎってもう食べ物やんか免許証取ったらそれで写真撮ってこれで <laughs> これで <laughs> やばいやばい告白した確かに新しいゆきちゃんがクラスメートだったら1年中学級 委員してもいいよ <laughs> どんななんでなんで学級委員したくないランキング1位学級委員だったゆきちゃんはっきり断れるタイプだよねいやでもね現実そうじゃないんだよね現実だとね全然断れないんだよねどうしよう またまた高速コメント読みを体験しに来ましたってありがとう今日ちょっと今高速じゃないかもうなじろうは <laughs> どんどん変わってってるいきなり近くなるのずるい好き度によく増します本当ですかじゃあいきなりね近くなったわけじゃないのよちらって見に来てくださってありがとうございますそう私あんまりはっきり断れないタイプだから結構流されちゃうんだよね周りの意見に。 え、断れないの本気で告白するしかあそれは断っちゃう気がする <laughs> うなぎ犬うなぎ犬イコールききたえさん北たえさんだよねってちょっとそう <laughs> あらまあ <laughs> そうなんだ <laughs> 今回は高速ではそうちょっとないんですちょっとね高速ではないんですけど断るわかんない <laughs> うなぎは北原キャプキャプテンさんあっ雲ありがとうございます そう推しに弱いけど <laughs> 可愛いありがとうございますそろそろ真面目に告白するかって真面目じゃなかったんだ真面目じゃなかったんだ <laughs> そんなモテモテじゃないからさ汗っていやモテモテだったんじゃないのなんかエピソード聞く限りモテモテなのかと思ってた高速ではなくてもいいかな <laughs> いいかなあってあってなんだ みんなでで告白すれば誰か1人くらい結婚できるはず <laughs> 何その当たって砕けろみたいな何すれば結婚できるかと思ったのになんだなんだハートたくさんありがとうございますあっクマたくさんありがとうクマもたくさんありがとう俺は推しに弱いです弱いんですね推しに弱いけど推しに強い <laughs> なんかうまく言った引いたら引いたでじゃあいいやっていうタイプかないうタイプかな 愛してますって、ありがとうございます。ゆきちゃんの配信は、既婚者はオッケーですか？オッケーですだ。大丈夫なんですか？もう沼に片足入れてます。<laughs> あ、全部入れてください。結婚、結婚してありがとうございます。エピソードは現実だけどもって、シバーノさん、結婚してください。なんかなんか特徴的なの。とりあえず投げとくかって。で <laughs>、ありがとう。ハートたくさんありがとうございます。可愛い,いもありがとうございます。俺は書類で落とされる。<laughs> なんでなんで。 嘘なんか変なこと書くのバツイチでもいいですかなんかさそのお話してたよねえ全然全然そんな気にならないですよ実はずっと好きでしたって <laughs> なんか突然の告白始まったありがとうございます高速コメント読みしてる中で大喜利するのが一ん楽しいのよってあ楽しみを見つけてくださってありがとう50カウントしていきますねありがとうございます本当にありがとうルアちゃんルアちゃんの方書類審査あるのかって <laughs> ないよないよ「ハッシュタグ結婚不足」<laughs> どんな「ハッシュタグ結婚不足」罰は何回まで大丈夫ですか別にえどういうことどういうこと <laughs> 気にしてないけど気にしてないよゆきちゃんの配信少しで少しでもで沼少しでも沼沼に全部入ったら抜け出せないのでやめておきます <laughs> 断られた断られちゃったえ違うなんかね でも実はずっと好きでしたってあ,ありがとうございます突然の告白ありがとうございますやっぱりゆきちゃん配信は大喜利大会になるのそう本当に大喜利大会になるの結婚不足は草で <laughs> 誰結婚不足言ったのハートたくさんありがとうございます書類審査はどんな基準が次のステージに行けますかわ <laughs> かんないそれは実は今日ゆきちゃん配信に集中してますありがとうございますそれはハッシュタグ浮気者は書類落ち <laughs> そうですねそうですね浮気しない人がいいですね でもなんかさなんかなんかさなんでもない <laughs> この距離にドキドキするって本当近いよねでもでもでてもう沼に入って抜け出せないんです助けてくださいまして <laughs> くださいまして <laughs> 言葉言葉大丈夫沼沼はまった私は初,初,初はいワンちゃんワンちゃんいけるかってていって <laughs> ていすいませんが結婚が不足してたのでつい 結婚が不足ってなんだ雪沼にどっぷりって誰と浮気してるのは何のいいだろうそっくりそのままお返ししますち近くて可愛いありがとうございますなんかアバター変えたなんかアバター変えたよね <laughs> アバター可愛くなってるなんか目がキュルキ,ュル,キュルキュルキルリカさんに怒られっぱなしの人生です大丈夫ですか <laughs> でも雪推しになった時点で何な何なんでしょうか 何なんでしょう,か何なんでしょう星その星はちょっと読めなかった。ゆきちゃん的には単押しは何人までですか何人までだろうなんかグループに1人なら単押しじゃないですか多分きっと。コメント間違えた <laughs> 間違えた応募資格ないのつらーえないんですかニコニコニコありがとう。なんだなんだ そっくりそのままお返ししますきたって俺は本当はユキだけなんだってあ星になった浮気ね浮気ねもし浮気なんかしたらユキちゃんに怒られるよ怒られる怒るよ多分推しに監視されてる監視されてます高速コメント読みになったってそうなってきた「こんばんは」って「こんばんは」見に来てくださってありがとうじゃあバイバイ余裕で楽しや」ってあよかったグループに28人だからギリギリ楽しもうそれは違うのよ書類には推し変歴記,記入するの え、全、ああ、えー、全然。ああ、わかんない。よし、なら、俺は、よきちゃん、単音詞です。嬉しい。だるま、ありがとうございます、たくさん。ハッシュタグ、おもらべ不足、ありがとう。くまたくさん、ありがとうございます。あ、俺も単音詞だった。嘘だ。嘘だ。やっぱり、沼に入って抜け出せない抜け出せないですか。早いな。<laughs> 抜け出せないですか。今、ちょっと、ごめん、今、何時ですかごめん。 ごめんなさい。僕はユッキー、タン押しだから誰にも怒られません。怒られません。自分もタン押しでしたって。ありがとうございます。ナウ。あありがとう、時間。あと30分ちょっとありますね。後、なんだ、ほとんど楽し押しですって。ありがとうございます。本当に。流れ星ありがとうございます。倍も楽し押しです。って。ナウ。あ、時間ありがとうございます。本当に。さっき NGT の、元推しからもばめをゆくちゃんに書いて、本当ですか。ありがとうございます。それは、それはもう。 一生ゆきちゃん単押しですってありがとうございます本当に時間ありがとうございます単押し知らない単語ですね <laughs> あれあれ知らない単語ですか単押しあれれれれあれあれれれれ辞書辞書に載ってなかった っってなかかたですか誰にも怒られたことないから怒られてみたい願望少しあるえ絶対怒れない気がするなんか怒るところ一つもない気がするわからないけどやばい想像しないことにしておきますグループに一人だったら自分も楽しみなんだあそうですかよかった ちゃんに「タンおし」にってもらうために頑張りますもう「タンおし」にってしてますここにいるみんな「ゆきちゃん」「たんおし」だよなって全然全然「たんし」っておいしいんですかおいしいよ「タンおし」はにゃって「雪き」時は「タンおし」とか1ページ目にありますよねそうですね「タンおし」って何ですか「牛タンおし」あ牛タンいいですよねおいしいおいしい牛タンおしいいですねタンおしに「ポイズン」「ポイズン」 毒ゆきちゃんに怒られたいじゃないのよ本当にたんたんたんじゃないのよたんたんた怒られるっていうかもう呆れられてる <laughs> わらってわらじゃないのよわてたん推しワテタン推しですかワテたん推しあこの子ね <laughs> この子こ,こ,こいつねこいつねおぐまさんルーム見ながら見てますえつぐみさん配信してるのですか嘘 あクマたくさんありがとう。単押しって高いの <laughs> 高いの俺もゆきちゃんに単押し認定されたいな。多分無理。タンタンですか。タンタンになった。ワテタンかわいいって。ちょっとまだ決定してないんですけどね。一応一応借り。カッコ借り。ハッシュタグありがとうございます。あ最近知り合ったゆなこさん推しだった人がゆきちゃん気になってるらしいからおすすめしておいてよて。嬉しい。ありがとうございます。ハッシュタグありがとう。ゆきちゃんに怒られて。 怒られたいっ <laughs> 何怒られたいになってる無理何回無理ですねきっと DD はポイズンで始末されるのかあれ Y やばい Y やばいですか ?Y やばいかった試してみて怒,怒る通り越してなんだ何何いたりして何何何違うなんかさなんか怒る要素が一つもないんですよ本当にいい人すぎて。 なんかお話しするときもいい人すぎて怒る要素がないから全然ねお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ見に来てくださってありがとうございますだからちょっとわからない 怒った、怒る、<laughs> 怒るところがなかったリアル握手会で隣レーンから押し面にガチで怒られた経験ありますこわっこわこわゆき単推し試験はいつありますかないです今日ゆきちゃん推し二人増やしましたえ本当ですかありがとう本当に本当に感謝ですありがとうございます 初雪ちゃんオンライン参加しますそれが楽しみってえ本ほんとですかお会いできるのですね私もた楽しみに待ってますたったって言ってた噛んじゃったちょいバル目指してみようかなやめてください <laughs> やめてくださいそのままで「おもらすかありがとうこん,んこんばんは」ってこんばんは見に来てくださってありがとう私もゆきちゃんには怒られたことないやってうんそれでいいうん柴野さんの配信に来たつもりなのになんで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 何が出てる <laughs> あこんばんはってこんばんは髪型 タン押しイベントはいつ <laughs> いつ「雪試験は合格点ラインは何点ですか?」じゃあないのよ本当に俺は激悪かな <laughs> ハートたくさんありがとうございます「ハッシュタグおもらべめそかありがとう髪型可愛いネタありがとうそうやってみたのどうすれば怒ってくれますか <laughs> えどうすればどうすればって聞かれてもちょっとわからないですね劇場に行く時はユキのうちわだけを持っていきますってああありがとうございます本当に。 あ、そうなんですねキャラクターなんですねありがとうございますハッシュタグありがとうございますおと怒られたい欲があるんだよねってなんでバラたくさんありがとうハッシュタグおもらぶぶそくもありがとう楽しいイベントって田植えのことですか暑 <laughs> くなさい熱っ帰ってきましたっておかえりなさい俺もゆき怒られたいな何俺もゆき怒られたいな <laughs> 怒られたいじゃないのよユッキーに叱られたいグ増えてきたなじゃないのよ本当にメンバーで闇鍋をするとしたらユキちゃんはカヌレを入れるのですかそうですねなんか前にもそんな感じのをたくさん聞かれたなユキちゃんに怒られるイベントあるのないよなんだなんだその髪型での圧ご,ご褒美やんって怒られたい。 わかる気がす試験はおいしさいの色が答えられれば簡単だねハートたくさんありがとうございますユキに怒られたいじゃないのよこれはいいやつってほんと「ハッシュタグありがとうこん,んこんばんは」ってこんばんは見に来てくださってありがとうございますユキちゃんしか買ってないかも。 買ってないかもって言えばいいのかな。やめて。やめて,ーやめてー。ハッシュタグおもろめめそかありがとうございます。初見ですさ。ありがとう。倒しイベントじゃないのよ。ゆきちゃんにグーで殴られたい。コアアップだと。ってもうすでに怒られてます。すいません。<laughs> 私は DD ではないですが何か。あえらい。ゆきちゃん怒られたいな。<laughs> そういえばカヌレパーティーって確かにいつも怒られたいうたう。いう 対浮気者ってハートたくさんありがとうハッシュタグをおもらべ不足ありがとう雪試験は誕生日とサイリウムカラーを答えれば合格かな <laughs> そうかなあハッシュタグおこ怒られ不足 <laughs> 怒られ不足じゃないのよ怒られ不足ハートじゃないのよ本当に私は過去に一度怒られたけどななんで似合い状に入らんかったって言ってあ確かにそれで怒った気がするゆきに怒こ雪怒られたことないからな ハッシュタグゆきちゃんに叱られタイミングじゃないのよ。なんでなんでだろうね。でもひたすら怒られ握く会を経験したことあるけど楽しかったよ。楽しかったんだ。怒られる米書くしかじゃないのよ。おこ奢られたくはあまりはあります。申し訳なさすぎるのでやっぱやめます。<laughs> はるちゃんの配信終わったから来ましたってありがとうございます。見つめられてダメって言われたらもう楽しです。<laughs> 本当ですか。ゆきに怒られたことないからって。 いや怒ったことあるよ。<laughs> 怒られたいイベントあるのかなって。でも僕はめっちゃ優しくされたい。あ、優しくね。怒られたいじゃないのよ。ゆきの誕生日始